こんにちは、トモスケです。今回は一橋大学の問題を皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですけど、YouTube でね、これ文系の問題ちゃうやろっていうのがいくつか見つかったんですよ。一橋大学の経済ね、経済はほんまに数理統計モデルとかをやっていこうと思ったら、数学科レベルの数学を要求することもいずれは出てくるので、多分そのような観点から難しい問題を出してるんかなとかいう思いもありつつ、でもこれ、文系っていう括りの中でこの問題を出すのはちょっと日本のカリキュラム的に違法やろって思うんでそろそろこの一橋は文系を名乗るのをやめたらって思うんですけどとりあえずね問題をね見ていきたいと思います。2020年度の問題です。問題1問目、エビが正の整数で、まあ小問3つあってこれを示せってことで、まあ文系理系問わず整数問題で難しい問題出ますよねって話ですよね。 A が B の倍数ならば 2A、 なるほどね、はいはいはい、まあ、これは因数分解でいけますね。2は多分1を使うんですね。1を使ってそのままでって感じなんで、結局この大問1はそこまで難しくはないと、誘導に従っていけばできますっていう標準的な整数問題で、標準的って言っても一橋標準なので難しくはなくはないんで難しいんですよ。難しいんですけど、難しすぎなくはないで、これはまあ普通に一橋整数好きなんでね、この大学は。第2問目、 FX は2次元多項式、まあ、2次関数の範囲に入っているので一応こう数2以下であるというところで文系の人も解けますね。やっぱりそうですね。選択式で数3は入ってるんですけどまだできてないですね。積分で区間でこうやればイコール0になってますと。このような全ての FX に対して不等式、これが成り立つ。定数形のうち最初のものを求めよう。まあ積分で書いてますけど、要するにどうなるんだ、定数項が多分消せるんですかね。で残りの文字があって、それぞれ独立に動いてもおかしくなくて、でそんな中で何変数かの最大問題になるのか、形は難しく書いてますけど問題の本質はそこまで難しくはないですねって感じですね。なんだろうな、およそ文系とは思えないような出題形式ですよね。どっかでもあったんよ、名古屋大学やったっけ、名古屋大学の理系でこういう積分般の関数に対してなんですけど、積分の形で問題を表した感じのこのエッセンスは出てきてますよ。二次多項式って書いてくれてるんで、まあ代入すれば済むだけなんですけど、まあそのエッセンスを感じられますよね。大問さんです。なんか大問にも引きずってる感があるんですけど、4つの条件を満たす3次関数 FX を求めよう。ほう、定数項はなくて F2 が1で、ちょっと待って、どっから処理すればええんや。これ一番謎なのがさ、カッコ2なんよね。範囲が決まってるってことで、どこかしらで選択肢が出てくるはずで、極大値を求めるときに二次方程式が出てくるんですけど、その答えが、ちょっと待って、条件足りんのかこれ。3次関数なので4つ条件必要で、 F00、F2 が1で2つ条件があって、3番目が極大値0を持つだから、極大値の値と3つ条件があるの。ちょっと待って、これ条件処理、ピュアな条件処理なんですけど、条件が多すぎてどこから手をつければいいかわからない問題が発生してますね。計算してみればわかるんかな。いや、計算しないとわからないっていう時点で手がつけられないっすよね。まあ頑張ればいけるんかな。ここまででもなんかため息出ますよね。さっき2次関数でなんか求めたのに、次3次関数でまた条件処理っていう似たような問題なんだけど、ちょっと性質が違う。しかもなんかこの条件2の F1 がなんか間に入ってるっていう条件どう使うねんっていう問題がまだ見えてこないので、やってみないとわからない系の問題を文系で出すなって話なんですけど、そもそもね、いや文系じゃないんですよ。だから一橋大学って特に経済はもう理系なんですよ。4番目で A と B の2人が A を選択として問題文投げた、 N 個の石があります。先手は N-1 個以下の好きな数の石を取る。ああ、そういうことか。 N 個あって全部取るのはダメだけど、そのうち何個かは取ってもいいと。以降は
直前に相手が取った石の数の2倍以下の好きな数の石を取ることを繰り返す。へえ。最後の石を取ったもんが勝ち で少なく取って調整して最後の石を取った方が勝ちみたいな感じになっていくんですかね。必勝法の話し始めた。これあれですね、ゲーム理論のあれですね、有限手しかないんで先手もしくは後手が必勝になると。 N イコール4の時で必勝の具体例が書いていますと。待ってね、有限なので必勝法は必ずありますっていうのは認めます、認めますが、それ知らない人からしたら 1,2 でさ、 N が5の時どちらに必勝法があるか答えよって、そもそも必勝法はあるんですかっていうところが謎じゃないですか。まあ、あるか答えよって書いてるんであるんですけど、問いにもそうですね、証文にもあるんですけど、マジかで、多分この10っていうのが5の2倍になってるのでなんかそこは関係してるとは思うんですけど、純粋に楽しい問題ですよね。数折り的な楽しい問題ですよね。だからそういうの出すな言うてるわけで、一橋って自称文系なんですけど、もう数1数2っていう高校2年生以下の範囲で考えれば東大京大に出してもおかしくないんですよ。数3っていう範囲が入るから数3の範囲の複合的な問題が難関大学では出ますよっていうだけで、数1数2オンリーの問題で問題を出すとすれば、一橋大学っていうのはなかなか強い大学ですよね。理系に出しててもおかしくないような問題で、よくあるじゃないですか、優しい理系数学よりも優しい文系数学の方が難しい問題があるじゃないですか。あれと同じ現象が多分起こってるんですよね。で、問題の大問5ですと。カッコ2に関しては話さないんですが、カッコ1を僕 YouTube で見かけて、へえ、こういう問題があるんや、面白いなと思って出題してる大学見たら一橋って書いてるんですよ。はって、待てと、一旦待てと。いや、この時はね、一橋ってこの数三の範囲の問題も出るって知らなかったんで、まあその数三っていう概念を知らなくてもこの1番解けはするんですけど、いや、そもそも X を無限に飛ばすリミットって文系やらないじゃないですか。で、ルートあるし、ルートのリミットもやらないし、じゃあどうするねんって話で、一応ね、この証文1はね、最初の cos2 乗を sin2 乗に変換して、引き算になるので因数分解して、ルート x たす1をルート x たす fx とかに置いて、で、fx っていうのは0に行きますねってわかるので、まあ、加法定理使ってて、数2の範囲だけじゃ解けはするんですね。なんですが、こんなん出すかって評価方法がさ、そもそもなんか絶対値で上から評価していくっていう方針なので、先に、あ、大体この値に行くなって、っていうのがなければ評価できないんですよ。この手のリミットって直感でこのリミットここに行きます、でこの数字が出てきました、1っていう数字が出てきたからあとはここを0に行くって示せばいいよね、いいよねがあって初めて評価に入るんで、この値がどこに行くか分かりませんで評価はできないんですよ。なので直感でまずこの値が0に行くって分かっていって、かつ評価を正しくできるっていう、なんでまとめると一橋大学は自称文系なんですけど、入試問題から考察するに理系なんですよ。いや、これを文系と言ってしまったらさ、文系の定義が崩れていく気がするので、まあ理論上は文系なんですけど現実は文系ではないみたいな問題が出てきるので、いやー恐ろしいですね。一応後期ではあるので難しいは難しい、どの大学も後期問題は難しくなってるんですけど、こんなだってねえねえしか言えない、癖が強い。なんか一橋っていうこの一橋のエキスがギュッて凝縮されてる問題ですよね。多分一橋テイストできると思う。で、今回は一橋大学のね問題を一緒に見ていた感じでした。この問題を出しておいて、私は文系ですずらをするなって僕は思いました。よかったらね、皆さんもこの問題に関する感想をね教えてください。